さあ、北川達也の炎のボイストレーニングの時間でございます。今日はスマップ、オレンジの、サビか B メロからサビ編やっていきたいと思いますけれども、一度歌ってみます。サビ B メロ結構難しいので、ね、いきましょう。ワンツー。遠回りをした自転車の帰り道、背中に暖かな鼓動けれども、さあ、ポイントはまずね、ベイメロはの伸ばす、サビもそうですけど、伸ばすとこしっかり伸ばす。遠回りをしたですね。で、自転車の帰り道、背中に暖かな鼓動をしっかり伸ばす。語尾しっかり伸ばして、で、感じてた。このテタはしっかり、アクセント入れてあげると、サビにつながるかっこいい歌い方になります。なので、そこまで一緒に行きましょう。しっかり伸ばして、最後はがっつり。OK? ワン、ツー。遠回りをした自転車の帰り道、背中に暖かな鼓動を感じてた。という感じで。OK? で、次、サビいきます。サビはね、サビも一緒で結構伸ばすところが多いので、さあ、さよならといえば君のとかね、傷も少しは癒えるだろう、会いたいよと泣いた声が、今も胸に響いてるということで、ここのしっかり丸したとこ特に伸ばします。それでは一緒にアカペラでいきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。さよならといえば君の傷も少しは癒えるだろう、会いたいよと泣いた声が今も胸に響いているという感じで、しっかり語尾を伸ばしていく。語尾というかアクセント、アクセント伸びるとかね、語尾じゃなくないとこもあるので失礼しました。では B メロから一緒に歌ってみましょう。ではトーワンからね、遠回りからね、ワンツース。遠回りをした自転車の帰り道、背中に暖かな鼓動感じてた、さよならといえば君の傷も少しは癒えるだろう、会いたいよと泣いた声感じで、しっかり伸ばしてやってみてください。それではこの曲サビしっかり歌っていきましょう。では炎のボイストレーニング、北川達也でした。さよなら。